戦争と平和について、茨城大学教育学部附属小学校5年、金村隼人。僕は戦争は二度としてはいけないといろいろな話を聞いて感じました。第二次世界大戦の時は水戸市も爆弾が1時間45分も落とされて約300人が亡くなったと呼ばれています。僕が住んでいるこの水戸市でも実際に戦争で亡くなった方がいっぱいいることを知って驚いたし、悲しくなったし、戦争を身近に感じました。そしてさらに僕と戦争との関わりを感じたのは曽祖母や親戚の人の体験談です。長崎にいた祖父のおばは当時女学生で、国に命令されて軍需工場で働いていました。原爆は工場のすぐそばに落とされて、工場は丸焦げになり、全員亡くなってしまい、死体が山積みにされたそうです。祖父のおばもその山の中に積まれていましたが、少し動いたところをたまたま見つけてくれた人がいて、助け出されました。当時、一人だけ生き残った奇跡の生還者として、新聞に大きく取り上げられたそうです。被爆手帳も持っていましたが、元気に長生きしたそうです。本当に奇跡だと思いました。また、僕の曽祖母は今年101歳で、東京で元気に暮らしています。東京で空襲に遭った時、当時1歳か2歳だった祖母をおんぶして、あるビルに逃げ込もうとしました。すると、このビルはたくさんの人が逃げていて、いっぱいだったので、仕方なく隣のビルに駆け込みました。空襲が収まり、外に出ると、最初に行ったビルは爆弾が落とされて粉々になっていたそうです。本当に怖いと思いました。二人が亡くなっていたら、父も僕も、生まれていないのです。曽祖母が頑張って戦争の中を生きてくれたから僕が生まれました。人から人へとつながる命を大切にしないといけないと改めて感じました。戦争はたくさんの人々が命を落としてしまう、とっても怖いものです。もしもその場所に自分がいたらと考えると、怖くて苦しくて、悲しくて、なぜ戦争をするのかな、と思うと思います。二度とやってはいけない。だから相手とよく対話をして、戦争をしない世界を作りたいです。世界中の人々が安心して暮らせるように、一人一人に呼びかけて、平和な世界を作っていきたいです。平和についても考えました。平和とは、戦争だけでなく、犯罪、自然災害、感染症などがなく、人々が安心して暮らせることだと思います。そのためには、みんなが幸せに暮らせるように、助け合って協力できる社会の仕組みを考えたり、災害を減らすために、地球の環境問題について考えたり、コロナウイルスに対しては、しっかりとマスクをして、3密を避けるなど、一人一人ができることを考えて、気をつけるようにすることで、少しずつでもどんどん平和になっていくと思います。僕も自分のできることからやりたいです。